べないです。どちらから来られたんですか？大阪です。どうですか？はい。あ、今日どうですか？元文化のあれが見れると思ったら、うん、カズマ TV やったんでよくわかんないです。いやいや、だいぶ素人。だいぶ素人それ。どちらがいいですか？心を向けられます。ああいうの持ってたから。やばい。ヒカルくん、ヒカルくん、ヒカルくん。ヒコ、いかがでしたか？あ、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。今日童貞卒業するんですか？しない。アキラもドリンク終わってるから。待って、これがラップ。え、なにこれ本当買うの？え、買うの？ありがとう。じゃあこれ欲しかったよ。欲しかったらしい。マジで？JFG コトティ。高尾さん、いくつかあるよ。高尾さん、L サイズ。うん、L しかないんだけど。大ちゃんのあの同級生にあの連絡先聞いとこ。あ、じゃあ俺から一応直接聞いてよ。え、直接聞いてよ。え、まだおる。じゃあ最後フリースタイルの演技で自分がかっこ一番かっこいいと思うポージングをしてもらってもいいですか？お願いします。ハリー、こんにちは。今あれですか、どこで乗ってるんですか？普段はパルコ前ってところがあるんですけど、うん、そこのレッジとかで名古屋。名古屋です。出身は沖縄です。あのお名前を教えてもらっていいですか？あの、富山陸です。新生最高。新生です。ありがとう。ありがとうございます。R からバンクでハーフウィッグだね。ほら、そういう今一押しの商品でしょ。一押しの商品？やっぱデュームドが、デュームドが一番一押しですね。あと、路地袋。ダブの商品が2万円分入ってます。2万円入って。1袋6000円です。おお。お買い得。お買い得です。めっちゃ古いでしょ。すごい。井上さんの軽めのインタビューお願いしていいですか？軽めです。軽めだったらいいです。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。井上さん、お店って何年目ぐらいですか？このファイブスターは多分18か19ですね。おお、18歳か。18歳ぐらい。18歳から選挙権がもうちょっと、18歳からか選挙権って確か18
そんなのどうでもいい。18年目。18年目、はい、ずっと名古屋で。ずっと名古屋です。ずっと名古屋で。どうですか今の名古屋のシーンは。ああ最高ですね。最高、はい、若手が結構多いイメージがあるんですけど。あ、まあ若手もいるし。そうだね。今日もお店来てた子始めたて半年以内ですね。半年以内、うん、店で知り合って友達になってたけど。あそういうのも BMX のいいところだと思う、うん、めちゃめちゃいいところ。やっぱ始めたいっていう子増えたりしてるっすか。してますね。年齢はでも関係なく、うんうん、全然若い子ももちろんだけど、うん、じゃあぜひ名古屋に来た時は、はい、ファイブスターに、ファイブスター遊びに、はい、またも、はい、よろしくお願いします。今日ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ちょっとじゃああと もうちょっといいですか。はい、おー、セラドアーズやばっ。かっこいい。めっちゃかっこいいっす、うん、かっちょ。いかんな、これぶち殺すしかないかな。え、出てくんないかな。あー、めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいいっすやばっ。あー、今から掃除すんの。はい、今から掃除すんの。なんで。あのグリップ欲しいからですバイト代。はい、バイト代言ってた。言ってたっす、言ってたっす。言ったね。今のは言ってたっす。いや、いけるっす。惜しい。前タイヤ抜けてたんで。抜いたね。おお。大丈夫ですか。ありがとうございました。きつい。え、きついですか。うん、いや、うん、オッケー。うん、泣きの一回泣きの一回の言っといた方がいいですか。じゃあ泣きの一回名古屋市南区中割町、はい、3丁目28松井サイクルです。僕初めて、まあ、28年目になりました。まあ、50周年あと1年すると50周年なんですけど、まあ、BMX を盛り上げながら あとこれからまたイベントも再開しながらやっていこうと思うんで、ぜひ名古屋に来た時は松井サイクルよろしくお願いします。遊びに来てください。ありがとうございます。奥に行ってもらうと
古い DVD が、あ、ごめんなさい、VHS ですね。VHS がいっぱい、あ、ジョーティセオですね。もう僕らのヒーロー。あと、まあ、プロップスが全部あります。あ、もう全部揃ってる。はい、全部揃ってます。こっちの辺から、ちょっと覗いてもらうと、ワンからになってます。あっちの。橋の方、橋の上か。あれ全部1からね。で、今日はメガツアーのフロリダを流してます。はい。あとはカルチャーが詰まった、はい、まあ、元文化はもちろんありますので、元文化はラストになりましたので、 あとこっちの裏にそこ、はい、くぐってもらうとオールドパークがちょっとこっちの左側とかタイヤのちょっと古い、へえ、結構古いやつもあったり、あ、オールド BMX も、そうですね、まあごく一部、もう一個の倉庫にめっちゃ入ってる。へえ、すげえ。かっこいいよな、オールドビューメン。あ、そうだ、もう一個倉庫もちょっと一瞬後で。あ、後で。すぐそこ、車の前のところ。はい。ぜひ、ちょっと電気つけ。これも翔太郎さんのコレクション的な感じだ。そうですね。これが結構レアなやつかな。で、これがボブハローが一番最初乗っ取ったメーカーのトーカーっていう、こうダブルトップチューブの元祖の、うん、フレームを作った会社。すごい。で、これがエルフっていう、はい、このダブルの、ダブルベースの元明君、これ作ってますね、完成車確か。うん、26インチだっけ。いい。すげえ。ここが倉庫。お邪魔します。履いてた。電気で全灯、あ、ついた。まあ適当に。めっちゃある。そう、結構面白いのいっぱいある。トロフィーがめっちゃ。カルチャー。すげえ。トロフィーが気になる。そして何のトロフィーなの？車来た。何やります？ディケードかマイアミ、これかサーフ、ワントリックだもんね。ワントリックだよ。ブーメランが決まれば。最近やってない。あっはっはっ、うっそ、これダメだ、次マイアミホッパーだ。バランスがすごい。ジャース、おー、ジャース、戻れた、ジャース行ってきます。チャオ。モトクロスインターナショナルに行きます。ピースピースメン。まず自己紹介からお願いします。はい、カノセイリョウです。モトクロスインターナショナルで、アルバイトさせてもらってます。一応モトクロスインターナショナルのサポートライダーカルトっていうブランドでサポートしていただいてます。何年ぐらい働いてるんですか？そうですね、もうちょっとで2年経つかなっていう感じですね。なるほど。ちょっとじゃあ中見せれるとこ見せてもらっていいですか？はい、ぜひこちらへ。一応1階が倉庫になってて、はい、パーツ類ですね、まあ、フレームだったりタイヤとか、うん、アパレル系がまあ主にここの一角ある感じ。ここがサイン入りの T シャツなどなど。
ちらもいっぱいフレームとか完成車です。これはホフマン、マット・ホフマンが実際に乗っていた自転車らしいです。すごい。これは？これはタジがモトクロスの35周年記念イベントの時に日本来日した時に実際にこうイベントの時に書いてくれた。へえ、すごい。これ日本語もタジが書いたの？これはどうなんだろう。っぽいよね。でものっぽいですね。多分この字体の感じとかタジが書いたかもしれないです。シャドウとモトクロスのコラボ、まあ、20周年じゃないか。もう少し。昔やってた UGP っていうブランドも含めると多分30年近い付き合いなんで、シャドウがこうコラボしないかっていうことでモトクロスに提案していただいて、で実現したアパレルとか、アパレルだけ、アパレルとシートとパーツはシート、レールのシートですね。これがあとグラス、まあこれでも昔の、これとか昔のモトクロスらしいです。え、これ初期の、え、これもモトクロス初期、それもそうです。そこがここと一緒ですね。ほんとだ。いろんな写真が飾ってあります、ね、一番最初かもしれないですね。ボリューム1って書いてあるんで。うわ、すごボリューム1のカタログ。これは貴重ですよ。ボロボロです。中身はちょっと、ほんとカタログだ。そうですね。あ、結構レースとかもあれだ。そうですね、 BMX っていう感じでは、うーん、 BMX もちょこちょこはありますけど、うんうんうん、ハンドルか。これめっちゃいいな。あの、どう、このプリモがなんでできたかとか全部書いたの。へえ。めっちゃよくない、これ。え、めっちゃいい。こうグランドヒストリーがあって。なんでた。全部細かく書いてる。あ、ここに書いてるのね。そう。誰が始めてみたいな。へえ。怪我したとこじゃないかな。あ、遠いね。そういうこと。めちゃくちゃ怪我。グランドオールのサイン。ジョン君が喜ぶ。ジョン、ビア。ちょっと見たら怪我した。何も戻った。ステムの棚って下にある。あ、あります、あります。そこだけ最後に。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。ありがとうりょうくん。ありがとうございます。また。ありがとうございます。いえいえ、ごちそうさま。じゃあ、またお願いします。気をつけて。うん、また。お疲れ様です。じゃあ、まさ残りで。また、また、作業が倉庫の整理があるからね。261議席を獲得し、今日お疲れ様でした。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 